岸田文雄さんもありがとうございます。立花君こんばんは、首相の岸田です。こういうキャラなんですよ、うん、分かってる、はい、君は口喧嘩が日本一強いそうだね。これは日本の外交において強力な最終兵器となる可能性があるよ。林君を更迭するから外務大臣を引き受けてくれないかな。君の交渉力で中国ロシアをぶっ壊して国内では財務省をぶっ壊してほしいんだよ。もちろん NHK は私がぶっ壊すよ。首相は憲政史上最高の国司だからねっていう話ありますけど、いや立花さんが外務大臣とかになったらどうなのかな。僕はだからあくまでもそういう公のポストにはつかないので、うん、つかないっていうか、だからやっぱり そういう人が引っ張ってきてやらせるのが得意なんでね、うん、まあ、もうだって本人としてはもう選挙には出るつもりはないんですよね、まあ、立花さん的には、総理大臣をするときには出ます。総理大臣をするときに、いやもちろんだからその総理をやらなきゃいけない状況になったときには衆議院選挙に出ます、はい、それはやります、うん、そこについてはやります。そうじゃなければやらないです。さすがに総理大臣は僕がやらなきゃいけないと思ったときには本気でやると思ってるけども、それは外圧があったときです。もう完全にその国民がもう 80% ぐらいしか選挙に行かなきゃいけないような戦死者が出るとか餓死者が出るような国難の時にはそれはもう俺がやらず誰がやんねんぐらいの感じなんで、うん、いやそういう状況を想像するとやばいですね、うん、だからそうならない方がいいので僕も基本的にやりたくないです、うんうん、そうですね、うん、真面目かってきてから真面目なんですよ基本真面目なんですよそうだからどこまで真面目でどこまでふざけてるのかっていうのが、いやいやもうクソ真面目の塊いや真面目かと思ったら急にあの動画とかですごいなんかね今みたいな感じで揉め事が始まるじゃないですか。だから真面目に考えてるから、はい、だから楽しくしないと人が来ないわけでしょ、うん、なるほど。真面目にしろって言ってるやつはお前ふざける能力ないやろっちゅう真面目なだけって本当そう面白くないし、うん、引っかかりがないんですよね、うん、ちょっとやっぱりユーモアを交えて、それはでもテレビの洗脳なんじゃないのかな、うん、真面目が一番みたいな、あ、うん、それも一つの洗脳だと思うよね。やっぱ日本人は基本真面目っていうのもあると思います、うん、それはやっぱ教育だったりとか、うん、そのメディアの影響とかいうものが強いのかなと。やっぱり真面目にコツコツやれば生きていける時代があった昭和の頃にね、うん、でも今は真面目ではなく、うん、変化に対応できる力、そうですね、だから資格を持ってても、うん、もうそれが20年30年続きません、うん、大企業に就職しても続きません。だから真面目が一番ではないですよね、うん、っていうところ、そうですね、なんか変化に対応できる能力、今もう本当に激動の時代なので早い、もう自分で考えてやっていかないと早い。だってガーシー現れたのまだ1年、そうなんですよね、22年の現れて5ヶ月で国会員になって当選して7ヶ月で消えていったんだからまあそれでガーシーさんが除名になり、うん、で繰り上げで、まあ、これがだから本来からの構想にあった斉藤健一郎さんが繰り上げで当選されたと、うん、はい、まあ、国会に行って、まあ、なんかこの前挨拶されてましたけれども、はい、なんかその早速なんか文春かなんかに過去の交通違反かなんかを、うん、そう僕横に乗ってたからいや赤色灯を回してるパトカーを斉藤君、僕助手席に乗って斉藤君こっち行って、うん、こう抜かしていくのね。ほうほう。ただそのスピードが出てないわけよ、はい、高速だから、うん、ゆるゆる抜いていったら、はい、そしたらパトカーが後ろから「おお、舐めてんのか!」みたいな感じで、で「止まれ!」みたいになって、はい、いや舐めてんのかもな、もうそんな言い方あかんやろと思って止められた瞬間、はい、もう飛び出して俺がすぐ、はい、でスマホ録画しながら、はい、何や今の言い方は、って喧嘩売ってんのかよってスピード違反かなんか知らんけど、うん、舐めてんのかとかそういう暴言で取り締まったあかんやろって言ったら、はい、最初はもうこのカメラ見た瞬間、はい、撮影はやめてって感じ撮影は分かったんでしょうね。いやもう完全に分かった。もうだからお前ら何が撮影やめてやの、公務中やろといやでもこれ言い方を変えると一般国民にはその態度で言ってると思うんですよね。はい、そうですそうです。だから舐めてんのかって言っときながら、うん、撮影やめろとかって言ってるわけよね、うん、だから相手が、あ、これやばい、相手がやばいと思うと、もうこっちが途中で止まったもんねいやこれ多分全国のそういう方々が一番相手にしたくない人ですよね多分もう日本で一番口喧嘩強いからすぐ撮影されるし証拠を残されてしまうし、だからそれで、いや違反したん、別にそれ
スピードをそこだけちょうど60、まあ、80キロのところと60があってまた80キロでそこだけ60キロ制限だったみたいで、うん、でまあもう別に違反をこっちは何も言わんけど、うん、その暴言はいかんやろと、はい、別にこっちもなんか赤色マークいくら走ってるから横ゆっくり抜いていっただけの話で、うん、その高速道路80キロなんて別に備えに怒られるようなスピードじゃないと、うん、むしろなんでここ60キロやねみたいな感じのレベルなんで、でももう警察官はもうだビビりまくってるから、うん、どこ行くんですかってこれからナイターゴルフやともう間に合えへんねどうしてくれるいやどうぞじゃあみたいなあそれでゴルフ場まで切符切りに来たからあそうなんですか、うん、後ろずっとついてきたそれもだから相手が立花さんだからそうそうだから止めたところがなんか危ないとか言い出したの、うん、はいその切符切るには危ない切符切る場所でその一応ちゃんとゼブラゾーン止まってるのに、うん、ここが危ないから、はい、なんか車に乗っ取ってくれって言われたんですよ、はい、お前危ないとこ俺乗せんのかみたいなパトカー乗せろって言ったらいやそれはちょっと言いましたしかないで危ないんやったらおかしいからちょっとついてこい言って、うんうん、で別のところで切符切らせるとついてくるのもまたすごい話ですね、うん、だからついておいでって言ったら危なくないとこどこやねんって言ったら、うん、高速のインター出たとこやよか、うん、じゃあそこまでついてきて言ったらはい分かりましたっていういや危ないところで取り締まりするのかってそりゃそうですねってなって、うん、まあゴルフ場まで来なくて、まあ、あの市川の 市原インター降りたところ、はい、で時間ないからっていうことで免許証見せて、うん、後日ってやって、はあ、でゴルフは間に合ったそれいつぐらいの話ですかいつぐらい去年の秋ぐらいやったんちゃうかな去年の9月ぐらいそれが今当選して、はい、なんか記事になっちゃったっていう、うん、で俺のとこにあの手紙が来たの俺の自宅に、はい、で先般あの書き留めでね、はい、橘さんも同乗してた車の斉藤さんに連絡しても、はい、連絡がつかないから、はい、橘さんの方から、はい、斉藤さんに言って電話するようにって書いてきたそんな手紙送ってくると思って警察がですか警察が面白かったなんかそれやっぱバレてるからなんでしょうねいやもちろんもちろん同乗者なんて分からないわからないからめっちゃおもろいなと思ってほんで斉藤君にそれ写メ撮ってこんなん来てるでって言ったら上司に言うかみたいなそれあの極論立花さん別に免許とか出してないですよね、うん、出してない調べくれたら多分分かんないですよね、はい、ある意味 そう、まあ、それでまあ斉藤さんにそうそうそうだからもうあくまでもお願いベースで、うん、斉藤さんに何とか言ってくれませんかっていう、はい、そういうはあ、ね、いやいろいろなんかエピソードありますね楽しいね昨日だから警察庁呼んだねおお警察庁よ斉藤君が警察庁呼んだら録画録音やめてくださいって国会で言われていや面白いですね堀江さんがもうそんなあの警察のノルマ の、うん、あの取り締まりについて、絶対おかしいからって言って、うん、今日堀江さんがまたツイートしたらそれがまた記事になってましたねで、まあ、NHK とまあずっと変わってきましたもんねだから最初、はい、N 国だったじゃないですか NHK から国民を守る党ですよね、はいはい、でそこからなんかいろいろこう変わって変わって、うん、あれ堀江門新党とかもありましたっけそれ別でしたっけ堀江門新党は今もあります今もある堀江門新党は僕代表ですおそれは別の団体ってことですかこれはね資金団体かな、うん、資金管理団体でちょっとね日本に8個しかないんですよねえ8個ぐらいしかないんですか自民党とだってあの政党が指定した政治団体で、はい、特別なんですよ、はい、寄付が上限150万じゃなくて2000万で寄付控除も受けれるっていう、うん、実はこの堀江門新党はまた国政政党でもなければ普通の政治団体でもないまた特殊な団体なんですよ、はい、なるほど簡単に言うとね資金洗浄するために作った団体それ普通の政党の人言わないですよ、ね、言わないけど資金洗浄するだからその借りたお金を政治家女子法廷のところから返しちゃいけないんですよ、はい、直で借りた金返しちゃいけないんですよ、うん、それが堀エモ門新党に一旦寄付して堀エモ門新党からもう一回戻してもらうと借りた金じゃなくて、はいあの借入金じゃなくて寄付金になるんですよ、はい、すごいなんかマネロンの手法がもうだから正直に言ってるから隠してないんですよ別に法律上認められてるんですよ、うん、だから別にその法律自体がおかしくて別に借りた金返して返すもいいわけでしょ、うんはい、あれはだからその政治団体を作れないようにするためのルールなんですよ、うん、はあそれなんか質問そのツイッターとかでも質問があってその税金で直接借金を返すのはダメなんだっていう答えがそれってことですねそうですそうです別に何言ってんのボケかするしこれまでやってるやんっていう何もんかあんねやったら訴えてこいっていうレベルでしょ、うん、なるほど、うん、そういういや知らないですもんねそういう話ってそうなんですよ世の中の人は法律も調べずに言ってくるわけ、うんはい、
でもこっちは全部調べてやってるから、うん、知ってる人間からその法律知ってる人間からしたら気違いなんですよ、はい、でもあなたたちが知らない政党助成法とかの公職選挙法とか、うん、ちゃんと乗っ取ってやってるから、うん、変な人から見たら気違いなんですよ。ちょっと頭のおかしな人なんですけど、はい、うん、僕から見たらちょっとあなたたち法律勉強しないでしょと、うん、だって弁護士に言われたら普通の人怖いじゃないですか、はい、なんか弁護士に金返せとか、うん、弁護士から内容証明来たら怖いじゃないですか、うん、それは簡単に言えば勉強しないだけでしょ、うんうん、なるほど。だからまさに法律と善悪は別やでってなってるんですけど、僕は法律を知った上で善と悪もちゃんと区別してやってるんですよ。だから悪の時は悪ってちゃんと言うから、はい、ガーシーの時はちゃんと悪ですよって言いましたから、うん、悪にしか裁けない悪があるから今回はガーシーという悪を使いますよと、ね、作詞が詐欺師を使いますよって言ってるんですよ。だってガーシーは詐欺師じゃん、自他共に認める詐欺師で、自分は悪党だって言ってるわけでしょ、はい、でも毒を持って毒を制しないといけないぐらいの日本の情勢でもあるわけですよ、この NHK っていうのがむちゃくちゃなことしててね、うん、だったらこっちは毒を使って詐欺師でも詐欺師であろうが何であろうがやるだけの話であってね、まあ、実際にそれで有権者が投票してるっていう事実もそうですよ。だからめちゃくちゃ賢い人が入れてくれてるのもめっちゃあるわけですよ、うん、まあ、正直それはね賛否両論を伴うものではあるんですけれども、まあ実際に1議席取ったと、まあその裏には民意があったという事実もこれは覆しようがないことだと思いますし、まあね、まあ除名ということになりましたけれども、まあね、そこは前にまた進めるしかないのかなというところですよね。いや、立花さんってなんかその評価難しい人だと思うんですけど、いい面も悪い面も全部出してくるじゃないですか。だからそれが、そうそうそう、だから悪いものを隠すと、うん、秘密を持つとそこがウィークポイントになるから、うん、だからそれをこう含めて発信することで、まあ、逆に信用をつかんでるのかなっていう。そうですね、これからの時代は、うん、だからガーシーの出現で分かった通り、はい、隠せない、うん、だから暴露されるやつが悪いわけであって、うん、暴露するのが悪いという考え方をお前らやめろよ、ほんまに。暴露が先か暴露される方が先かって、暴露される方が悪いんだから、まあ良くない行為をするのがそもそもの間違いっていう、当たり前じゃん。暴露されるようなことをしとるやつが悪いわけであって、それがね、彼氏とキスしたそれは暴露する方が悪い、それはプライバシーの問題だから、うん、しかしその違法行為をしてるやつを暴露するのは当たり前のことじゃん、うん、だからガーシーの暴露が悪いとかっていう時点で何言ってんのって話でね。なるほど。